鳥飯さんってなんであんな勝てるんですか？やっぱり時戸の圧ですか？まあ、時戸の圧、いや俺ね、鳥飯さん時戸の圧とか気にしなそうな気する。いやなんかやっぱグランドファイナルっていうかプレーオフのプレーを見てもやっぱなんか太い、もうなんか感情が変わらない。時戸がいくら圧かけてももうなんか多分ダルシム使いっていうのはそうなのかなっていうぐらいよね。まあ、常に相手がやっぱさ寄ってくるからさ、まあ、それを迎撃するっていうキャラクターなんで、うん、なんか純粋に強いっていうような感じ。だから今ね鳥飯さんの評価はねもうくっそ高い人多いと思いますよ。いや本当にね、いや梅原さんとの試合とかもそうだけどやっぱすげえ、いやもうなんか太いなと思ったわ。